よし、2軒目よかったね、2軒目もいい、よかったね、よかったね朝からご機嫌ですわこの後の仕事、ルンルンかもしれないいいのね、やっぱ朝からこう、喫茶店行ってから仕事みたいな、最高じゃん喫茶と浜田続いてが、もう街中の大通りからポッと入ったらね、こんなにもうその大通りですけど、あそこに看板があります。あそこ蒲田、あ、あったあったあった、見逃しました。はい、喫茶さてら一銭舗、看板も味ありますね。そうやで、なんかちょっと入っていくところね、はい、にある、いいよね。ここにコーヒーって書いて、あ、ええー、ねえ、ええー、ね、入ったらこんなおしゃれなの、やっぱ知らんもんやなよっしゃ、頼んじゃおうかな。おすすめしているコーヒーは何ですか。自家焙煎もやってるんですけど、はい、今ご用意してるのが、はい、中入りのブレンドコーヒーのみになっちゃって、はい、それだとハンドドリップでご入れするんですけど、はい、クイックブリューコーヒーっていうのは機械で落としたエルサルバドルっていうシングルオリジンのコーヒーになってます。へえ。苦すぎない、ちょっと薄味の香ばしいの好きなんですけど、どっちも苦すぎない、ない、せっかくなんでハンドドリップでいいですか。中入りなんですけど、いや、こんなんマジで匂い嗅いでもらって、はい、これ匂い嗅ぎますはいはい、これと一緒ですか。エルサルバドルです。こっちの方が若干焙煎度が、あー、なるほど、そっちがいいかも。こっち、はい、ブレンコイヤッシッ、これが初めてです。僕も初めてです木曜日だけ、はい、あのモーニングやってて、はい、トーストがあるんですけど、木曜だけモーニングあるんですね。そうなんですよ。今日何曜でしたっけ。木曜日、あ、木曜ですね8時から11時、8時から11時、こちらのトーストをお出ししてます。一応うちのスイーツだとプリンが人気です。あ、スイーツか、そうそうか、じゃあプリンいただきますさっきはツナトースト食べた、で無難の卵トーストもないいのよね。だから卵トーストかシナモントーストもうまそうやな。シナモンちょっと甘めのデザートあるかな。卵トーストとプリンじゃ、卵トーストね。卵トーストですか。はい、卵トーストでした。決め手は無難の卵トーストめっちゃ食べたくなってきた。あとやっぱりあの YouTube 見てて卵トースト出てきたらテンション上がるかなって、俺が勝手にこれのアップされた時に僕やっぱ楽しみにしてるから。そこ確かになんかシンプルなものほどその店のなんか美味しさが詰まってたりしますよね。あるし、そのシンプルやっぱり好きみたいな、うん、それが結局美味しいみたいなのがあるじゃないですか。なんかいろいろ試した結果、いろんなフレンチ料理を食べた後結果家帰ってカレー食うのが一番美味いみたいな感じですかやっぱ会長もやなっていう、あんな感じでトーストもまあ普通のトーストに持ったものでもいいんだけど、卵トーストも食べたい。で
最近ハマってんすけどね、レトロっぽく編集するこの光とこういうやつハマってんの、こういうこれとかめっちゃハマってメンバーの写真も編集して送ってる、はい、あ、そうなんすね。それがインスタに載ることもあるんですか、メンバーのパールさんが加工したやつが。それは多分今後上がると思います。これが出てる頃にはまだかな。この間ちょっと撮影であると場所に行って最高の写真撮れて、これほんまにマジで神ちゃんとかマジやばい、最高の写真撮れたでしょ。すげえ、やばいしょ、最強の。俺が小野木さんかっこよく撮りすぎて、あの加工してさらにかっこよくしたら、かっこよくなりすぎておかしいってことで一回戻したっていう。アシャでもいいぐらいですよね。ああ、すごい。やけど、仕様がだけ無加工でめっちゃ変な写真をいっぱい撮る。こういうやつ。クリームチーズ、はい、なので優しい甘さと滑らかな口当たりを楽しんでいただけます。ありがとうございます。光ってる。よっしゃ、行くぜ。柔らかい。絶対うまい。よし、よし。コーヒーいただきます。あ、すっごい浸ったけどね、マジでうまい、やばい。ちょいフルーティーですかね。フルーティー。やばい、卵トーストさ、フォークとナイフで食べたことないから一回切ってみよう。切ってみよう。こんなことしたことない。お店どれぐらい焼いてます？お店は
10月で4年目迎えます。10月4年目、はい、うん、結構でもレトロな感じがするのは、もともと48年続いてた喫茶店があって、そこを止められたタイミングで新しく、そうなんです、うん、はい、ちょっと4年目には見えない風格が。確かに出したらもう52年になりますもん。あ、そうです。うん、だからむしろいい感じなんですよ、うん、素敵ですね、綺麗でおしゃれで売ってくっていい、最高、食べありがとうございます、いただきます。バレルエイジトっていうやつにハマってからちょっとやばすぎて、ほんまにあの、なんていうの、ウイスキーの豆のやつ、そう、年齢を、バレル、たなんか、たる、エイジと年齢を重ねたっていうので、めっちゃウイスキーの匂いするんですよ。うまってなって、お酒飲まないけど、コーヒーでウイスキーの香りバーって買ってくるわと思って。一切飲むのはきついですか？一切飲むのは無理ですね。コーヒー豆は常に2種類ぐらい、2、3種類ぐらい、あの冷凍庫にしまってあるけど、でも大体1種類に決まってます。すごい色がね、この器があれなのかな、ちょっと紅茶っぽい感じですかね、うん、ザ・コーヒーの黒いってやつじゃない。やっぱりコーヒー好きやから、この豆に歯医者行かないと、あどんどん着色してくるんで、それが気にしとかなあかんから、大変ですけどね、好きなものはやっぱり過ぎて弊害が出た。そう、めっちゃコーヒー色になっても何回も歯医者行ってた。このカップの取っ手はどうですか？いいっすね。ちょっとまだ遊びがありますけど、先ほどのカップよりもちょっと大きめで、かっこいいですよね。お紅茶も入るし、ちょうどいい。で、色合い合わせてますよね、カップと。はい、コップのお皿と。これいい。飛んでいきそうなの、このまま。ヒュー。はい。ごちそうさまでした。美味しかったです。周りをぼやかせる。一回近づく。